地獄のうつ病を10年を通り抜けて、続編3、柏澄千代です。死にたいと思っているあなたへ。最近いろんなニュースなんかで自殺されているのと話を聞いて心を痛めています。理由はどうあれ、その瞬間っていうのは自分がうつ病になっているっていうことを知らない場合があるんですよね。死にたくなっているということは、今のあなたはうつ病なんです。ビルの屋上へ行くより先に病院へ行きましょう。とにかく病院へ行きましょう。一番危ないのが、自分が病気とも知らず自分を責めたりする時期です。もちろん私も2年間そうでした。なんでこうなるんだろうっていうふうに、また原因がちゃんとある人はたそかしお辛いでしょう。病院の先生に自分が病気だと知ってるとホッとしますよ。そして先生と相談してその治療に専念しましょう。辛いことがあるんだったらもうそれから逃げたりしましょう。周りに私はうつ病だと宣言しましょう。そして仕事を調整しましょう。ではなぜ同じような辛いことがあっても、またまた働きすぎの場合ですね、なぜ同じことをやっていても、いやそれ以上のことをやっている人もいます、うつにならない人がいるのか。私は常々それはね、すごく不思議でしたけど、やはりそれは遺伝でした。下にリンクを貼っています。どうぞご覧になってください。あなたは意志が弱いのでもダメなやつでもない。自分を丸ごと愛してくれなくて誰が愛してくれるでしょう。自分がうつ病と判断されてから寛解状態になるまでの私の8年、うつは医学的に全てまだ解明されているわけではありません。長引かせないように今あなたがしなければならないこと、自分のことを自分で研究しましょう。では私が私なりの医者だけの頼りではない栄養学とか、それからまずわがままになるということを次回お伝えいたします。